セリカ様、そちらはどうですか？あら、メイ、私なら大丈夫よ。そうですか。よし、私も頑張るぞ。メイはいつも元気ね。はい、それが取り柄ですから。今日もセリカ様のお役に立っちゃいますよ。あら、どうしたの？ため息なんてついて、メイらしくないわね。セリカ様、いえ、大したことじゃないんですけど、やっぱり女の子っておしとやかな方がいいんでしょうか？え、そんなことはないと思うけれど。そうですか？いや、でもセリカ様はお優しいから参考にならないかも。そんな、でもどうしてそう思ったの？例えばですよ、好きな人がいるとしてですね、ずっとそばにいるのにちっとも意識してもらえないんですよ。これはやっぱり自分に問題があるんじゃないかなって思って。まあ、そんなことを考える必要はないわ。メイ、あなたはとっても素敵な人よ。優しくて、いつも明るく、みんなを励ましてくれて。だからそのままのあなたで大丈夫。自信を持って。セリカ様って、例え話ですよ、例え話。あ、そうだったわね。でもありがとうございます。あ、セリカ様。メイ、よかった、もう元通りね。はい、やっぱり自分らしくいることが一番ですよね。ええ、私もそう思うわ。メイが元気じゃないと寂しいもの。セリカ様、ありがとうございました。あんな風に言ってもらえてすごく嬉しかったです。おかげで自信が持てました。だって本当のことだもの。メイは私の自慢の大切なお友達よ。これからも仲良くしてね。セリカ様。はい、もちろんです。さあ、今日もバリバリお役に立っちゃいますからね。アトラス。神官様、調子はどう？無理はしないでね。心配いらねえよ。これくらいの喧嘩、朝飯前だぜ。喧嘩、まあそうね。おう、どんどん命令してくれよな。あんたは俺の恩人だ、役に立ちてんだよ。アトラス、ありがとう。どうしたの、アトラス。戦闘中なのにぼんやりして。神官様。ああ、いや、ちょっと弟たちのことを思い出しちまって。あいつら元気にやってるかな。そう、会いたいでしょうね。そうだな。でもそんな甘いこと言ってられねえよ。さあ、さっさとこいつら片付けちまおうぜ。アトラス、私考えたのだけれど。なんだいきなり。アトラスが弟さんたちに会いたくて寂しくなったらね、代わりに私を妹だと思えばいいんじゃないかしら。あ、弟と妹ではちょっと違うかもしれないけど、少しは気が紛れると思うの。いやいや、だいぶ違うだろ。神官様じゃお上品すぎて、うちの弟たちの代わりになんてなれねえよ。そう、残念だわ。アトラス、私のために頑張るって言ってくれたでしょ。だから私もアトラスのために何かできればと思ったんだけど。神官様、その気持ちだけで十分だ。ありがとうよ。あんた優しい上に面白いな。今更だけど、
あんたについてきてよかったぜ。そう？それならよかったのかしら。ノーム様、調子はいかがです？おう、セリカ、ぼちぼちじゃよ。そうですか。でも無理はしないでくださいね。なんの、年寄り扱いするでない。しかし一度腰が痛いかの。まあ大変。では私がさすって差し上げます。おお、これは気持ちいいの。ありがとうセリカ。いいえ、お気になさらず。ノーマ様、腰はいかがですか？おかげさまで絶好調じゃ。しかし今度は肩が痛くての。まあ、では私が揉んで差し上げます。おお、すまんの。痛みが引いていくわい。そうですか、それは良かったです。ノーム様。おう、セリカ、今日はどこじゃろうかの。もうわざわざ探さないでください。本当はそんなに痛くもないんでしょ。バレておったか。まったく、すぐふざけるんですから。その様子じゃまだまだお元気で頑張っていただけますね。さ、敵が来ますよ。行きましょう。やれやれ。あら、お兄様。その声は我が妹アンテーゼか。ええ。あれ、何がおかしいの？すみません、もう慣れたつもりでしたけど、あまりに違うものだから。なんだかお兄様が二人いるみたい。そんな。アンテーゼのお兄さんは僕一人で十分だよ。そうですね。アンテーゼ、無事かい？あら、お兄様、仮面はどうされたんです？アンテーゼの前では外そうと思って。だってあんなこと言うからさ。そんな、あれはただの冗談です。気にしないでください。アンテーゼが気にしなくても僕が気にするんだよ。お兄様。アンテーゼ。お兄様、こちらにいらしたのですか？戦場といえどもばったり会えると嬉しいね。お兄様、そんなのんきな。みんな真剣に戦っているのですから、もっと緊張感を持ってください。はあ、仮面姿のお兄様は凛々しくて素敵でしたのに。そう？じゃあそうする。我が妹にフレンとする不埒な輩はこの私が剣のサビとしてくれよ。はい、その調子です、お兄様。